ほらこの子なんかもうすごいよね、性格だもん。ちょっとほらさすがに跳躍力というかジャンプ力はね、ウサギだからすごいけど、ただあれだけ正確にちゃんと、すごいな、うん、認識してるでしょ、あの障害物を。頭いいなと思ってね、大会なんですね。大会のジャンピング大会ね、すごいですね。そう、これはちょっとやそっとではね、なかなか教えられないな、ね、すごいですね。そう、ちょっと衝撃的なあの映像をめめさんがねご紹介してくれて、そのめめさんが今日いないんですけどはい、はいはい、じゃあ次の動画いきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。これね、一瞬で終わるけど面白いよ。これはね、何ですか、これ何してるのこれはね、短いんだけど、もう本当に凝縮されてるんですあのお尻の動きがね、何とも言えない。あ、すいません、ミルサさん見たことあるってもう一回いきます。だってちゃんと音が入ってるもんすごいよこれ。私おなら聞いたことあります？今僕春田さんの方見ちゃった。なんていうことやるの、すごいひどい。あ、そうだったんだ、すいませんでした。暑いよ、暑い。今大爆笑なんだけど。気を取りました。次の動画いきたいと思います。行きましょう。お願いします。ああ、参った参った。これは鏡。ああ。へえ。あ、鏡ね、うさぎに鏡は見せたことがないんですけど。どうなんだろう。あれ？あ、戻ってきた。どう思うのかな、自分って思わないかな。ねえ、不思議な感じ。インコの時はすっごい興味を示したんですよ、うん、自分の姿に。なんか、ね、さほどなんか興味ないみたいですね、なんか。ねえ、本当です。あ、そうでもない。そうでもないのかな、どうなんだ。でもあんまりね。あ、そうか、後ろ回ってるのは誰かいるんじゃないかと思って見に行ってるんだ。ってことはちゃんと分かってるんだ。面白い。ちょっと一回やってみよう今度。あ、なかなかいいヒントをいただきました。面白い、ね、え羽田さんのところの先代のおさちゃんは喧嘩してたって、うん、鏡とコラコラって言ってパシパシって言って誰だお前はみたいな。すごいね、ねえ、すごいですね面白、ね、いろんなうさちゃんいます ね、 ますね、本当に。 あれは後ろを見に行ってたのね。そう誰かってかいるんじゃないかみたいな。あ、自分とは思ってないんだ。自分とは思わないんですね。それはそうかもしれないね。確かに。じゃ、人間はやっぱ鏡という存在を知っているので分かってるけれども、まあうさぎにとっちゃ ね、そうだね、うん、そういうことですよ。はい、じゃ次の動画いきたいと思います、はい、行きましょう。反応したな反応しましたね、うん、お、かわいい、うん、お、どこ来てんの。あら、しかも耳がついてパーカータイプ、うん、振って伸ばして脱いでってことは、あ、脱いじゃうのかな、あれは。何引っ張り出してんだろうあれ耳がついてる。そうそう、耳がついてるの、すごい。パーカーで耳がついてるんだよあんなの売ってるんだ。あれとかウサギ用ってことかな。ね、なんかよくワンちゃん用を、ね、着せてるっていう人は聞きますけど、服なんか着るわけないもんな、ねえ、そうそう、耳が4つ本当だ。あ、パッチ嫌いなの。あれ嫌なんだ。で、特にこれほら頭のあたりにあのあれが来てるから、あー本当だ、すごいすごい、脱いじゃうんだ自分で引っ張ってなんだこれはって言ってでもあんまり言うことが聞かないからかなりイライラしてる、ね、イライラしてる
ウサギって短期かなみんなやっぱり、ね、カーって帰ったりとかねもういやって言ってなんとかしろって感じだよねこれちょっと最後のところがあれボタンですかねボタンなんだろうかあ、あちょっと取れた、あさっぱりしたって感じなんとなくわかるけど気持ちあもう嫌だもう嫌だって言って下に落としたもういりませんってすごい使用時ですね面白いな面白いなあれはすごいな ね, ねえ落としましたよすごいすごい、はい、じゃあもう一本もう一本いきましょうかねはいお何これ何ちょっとフードバイトって書いてあるから何かあるのかなあ餌があるあリンゴリンゴしかも生あ取り合ってるんだうんやっぱリンゴ好きなんだウサギリンゴあっちなんだけどな何か渦のようにどこだどこだってみんなで探してるんじゃないほらあったあったけど滑ってるみんなあれなんか乗り遅れてるウサギもいてこれは兄弟なんか違うのが来たっていうか何枚いるの違うなここあでも大きいウサギもいるしい、ね、えどういうお家すごいな、ね、いくついるのよこれ あのグレーかわいいなどれもう見えないあグレーに反応しますねすごいあのリンゴすごいねやっぱり動物は一緒人間もそうだけどね争いますね滑った上から撮ってるからまたすごくなんて言ったらいいの放射線上にこうさウサちゃんがこうガーって伸びててまあ面白いねそんなに好きか好きなんだよやっぱり、ね、美味しいもんリンゴリンゴ美味しい ね上から写すっていうのはまたすごいです、うん、肉食系って書いてあるすごいなさすがおすすめのねえ皆さんすごいですよねゾンビゾンビゾンビ確かにゾンビみたいでしたなんか映画ができそう、ね、すごいですねあ堪能いたしました、ね、今日はちょっと笑ってしぎちゃってさっきのおならのうさぎでちょっと参ったなすごかったねえ面白かったですねはいということでですね、はい、今日ももう時間を見るとあっという間に、あっという間に1時間今日はまたすごい濃かったですよね最後の最初の裸先輩から始まって最後のおならのうさちゃんとゾンビまで出てきちゃってでもみんなうさぎなんだけど、はい、うさぎ先輩も始めうさぎの裸がそうそうそううさぎの裸っていうのがなんていうのかということでですね今日もすごいたくさんの方にご参加いただきましてですね、はい、ありがとうございましたありがとうございました、はい今日はポコさん、はい、それからかーちゃんさん、はい、それからきのこさん、はいはねたさん、はい、つっちーさん、焼きねぎさん、うーこさん、それからみるうささん、ひーこさん、リリーローズさん、デロンデロンさんにキャロさん。おー、いっぱい参加していただきましたね。はい、今日皆さんご自分のうさちゃん出た時見て見えたのかな。そう、リリーローズさん今日ね、うん、最初ちょっと遅かったので、あの大事な場面を生では見てませんけども、リリーローズさん明日アーカイブちゃんと見てくださいね。すごいですよ衝撃的やってしまいましたということであっという間の1時間でしたけれども、はいはい、また来週もたくさんの動画とか、はい、あと、まあ、お写真もね、はい、あの今もうすでに徐々に集まってますけれどもどんどん、はい、皆さんまた送っていただきたいと、はい、チャットも参加してください今日みたいにあの、はい、私がこんな面白い動画見たよっていうのがあったらまたそんな情報も含めて、はいはい、いただければと思いますので、はいはい、ぜひ、はい、楽しみにしていますはいということで今日もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、じゃあまた来週目にかかりましょう、はい、どうもありがとうございますさよなら。